はい、店内アナウンスの話、店内アナウンスの話、つい先日小売店に行きまして、食品とか売ってるような小売店、どうしても必要なものがねちょっとあったんで、どこにちでは2021年の8月の中盤ぐらいですかね、先日ね、ちょっとどうしても必要なものがあって、あと食品もですねどうしても買わなきゃいけないものがあって、それちょっと買いに行ったんですね。どうせだったら1店舗で済ませたいので、食品とそういう日用品が売ってるような、同時に売ってるようなとこ行って、小売店行って、でパパッと買い物して帰ったんですけども、店内入ったらですね、まあアナウンスが流れてるわけ、もちろん店内の音楽も流れるしアナウンスも流れるわけね。でどんなアナウンスが流れてるかっていうとですね、まあコロナウイルスのね、あの関係の、手洗い消毒してくださいよとかね、あの店内入るときはマスクしてくださいよとかね、であとそうですね、おしゃべりとかダメですよとかね、長時間いるのはダメですよとかね、そういういろいろな注意事項をこう喋ってくれるわけね、店内アナウンスで。私はその店何度も行ってるので、あの使いやすいんでね、だから店内アナウンスが特別今回違うってことなくて、まあいつものコロナのね店内アナウンスだなみたいな感じで、それでね聞いてて、まあ漫然と聞いてて、あ今回もコロナ系のアナウンスなんだなと思って聞いてて、で品物選んでてパッと見るとですね、店員さんがなんかこう喋ってるわけね、ああと思って、姿はね棚でよく隠れて見えないんだけど、店員さんともう一人が喋ってると。で店員さんっていうのは要するに喋り方とかで分かりますよね、店内のこれを説明してるとかね、物を探してあげてるとか、そういう雰囲気なんで、一人は店員さん分かると、でも顔とかね姿は見えない、でもう一人の人に説明してるみたいな、そういう雰囲気で、まあお客さんだろうなと思って、でお客さんに聞かれたんで店員さんが説明してあげて、これはここの棚ありますよとかね、このタイプはもううちにありませんよとかね、だなと思って、私はそれもですねあんま良くないなと思ってたんですね。店員さんとお客さんが会話しちゃうから、店内で喋るのは良くないなと思ったんですね、コロナ的にね。だけど、まあ、お客さんに聞かれたら教えないわけいかないですよね、この商品みたいなのありますかみたいな、これサイズの違いのありますかみたいなこと聞かれたら、あこちらの棚ですよみたいな感じで教えざるを得ないですね。何も無言で立ち去ったらそれはそれで問題だし、だから本当はお客さんが聞くの方が良くないんだけど、聞くのが良くないんだけど、まあしょうがないですよね、聞かざるを得ないというか。それでね、私もそこを避けてですね、いろんなとこ行って、で最終的にまた戻ってきて、そこの店員さんが喋ってたコーナーのとこ行って、でパッと見たらですね、まだ喋ってるんですね。で姿が見えたわけですよ。一人は店員さん、もう一人も店員さんでした。だから店員さん二人で結構大声で喋ってるわけ。内容はですね、この商品の陳列のあれとかね、この商品入荷のあれとか、要するに業務上のねことで、業務上のことなんだけど、まあ話してる雰囲気とか大体わかるんだけども、まあ世間話も兼ねてるなみたいな感じで、一応業務上のこと喋ってるけど世間話、もうおしゃべり楽しいから喋ってますよみたいな、そういう雑談というかね、それも兼ねてるなと。それを結構な声でやってるわけで、私はですねそれ見て店内のアナウンスと矛盾してるみたいな感じで、要するに店内のアナウンスではあんまりね大きな声で店内で喋るなよみたいなことなのに、店員さんが喋ってるというね、で長時間大きい声で喋ってるという、で、まあ、業務上どうしてもね必要な連絡事項だったらそれはそれでいいんだけど、結構長い時間、しかもお客さんがいるとこで喋っちゃってるんで、これどうなのかなと。例えばねお客さんが来て、で全くよく分かってないお客さんで、でまあそういう伝染病とかのね公衆衛生のこともあんまセンスがなくて分かんなくて、でいつもやってるように、まあ、マスクは透けてね、いつもやってるように店員さんに聞いちゃったと、この商品ありますかみたいな感じで、で店員さんはしぶしぶ答えるみたいな、これはしょうがないと思うんだけど、これ全部分かってる店員さんがですね、
店舗のフロアで喋っちゃってるんですよね。うん。で、私がね、強く責めないのは、私がその店員さん2人をね、強く責めないのは、なぜかというと、ちょっとね、やっぱりキレ気味なんですよね。店員さんも。ちょっとね、キレ気味。これだけ長いこと自粛期間があって、で、緊急事態宣言とかね、出るか出ないかみたいになってて、それで、要するに店舗を閉めろってことなんだよね。時短とか要請してますけども、できれば店舗を閉めて営業するなっていう、そういう要請なんですよね。そういうお願いなんですよね。ただ、この食品を扱うような小売店は、セーフですよね。食品店が閉めちゃうと餓死しちゃうからね。だからスーパーとかも本当だったら閉めなきゃいけないような、時短しなきゃいけないような、もっと時短しなきゃいけないようなとかね、で閉めなきゃいけないような、この地域にはこの1店舗しか営業しちゃいけませんとか、そうなることも想定されるんだけど、でも食品扱ってるようなところはセーフみたいなことになってますよね。これはね、まあありがたいとは思うし、その経営者にとっても、助かったなと。うちはね、あらゆる業界がこう店を閉めなきゃいけない時になっても最後まで残るだろうと、ああ食品やっててよかったみたいなね、ことなんですが、こう働いてる人はさすがに参っちゃいますよね。もう危険だ危険だって言われてるんだけど、食料品店だから、食料品も扱う店だから、ずっと開けてると閉めた期間がありません、はっきり言って。そこの店がね、やっぱり初回の緊急事態宣言の時も多分そこの店は開けたまんまでしょう。時短とかもほぼ要請ほぼやってないんじゃないかな。多少やると思うけども、そんな4時5時で閉めるようなそんなことはやってないし、はい。だから私もね、そこを好んで行ってたんだけども、だ店員さんの 身にしてはですね、まあ、仕事があるのはありがたいんだけど、これ危なくないかと、うん、不特定多数のお客さんが入ってきちゃうし、ね、マスクしてるとはいえそれはどうなるかわからないし、うん、ですからね、なんていうか、そのストレスというか、はい、店を開けざるを得ないけども感染のリスクは他と変わらないみたいな、で別に給料が上がるわけでもないっていうね。で別に高級お医者さんとか医療従事者のように高級なわけではないというね、給料が高いわけではないというね、はい、というわけでね、そんなことがありましたね。